俺の家とかありえないって。本当の家、父親。ME756 年4月8日記録、究極の魔導兵器である死骸アーマーの開発に成功した。開発名はダイヤウェポン。まだ自我のコントロールは不安定で、一度起動すれば破壊と殺戮を繰り返し停止することはない。だが破壊力はこれまでの兵器の比ではない。たとえあの難攻不落のインソムニアであろうとも、いともたやすく陥落させることができるだろう。これで成績が手に入る。あの成績が研究できるかと思うと、一月後の調印式が待ち遠しい。あの時の襲撃って、こいつのせいでインソムニアが、みんなの大切なものが破壊されたってこと。外化する姿が珍しいか。ルーシスにさえ盗まれねばこうなれたのだ。何を。お前はこのバーサタイルベスティアの遺伝子から生み出された幾百万のこの一つ、魔導兵になるはずであった。そんな、俺が。ニフルハイムに生まれし者はニフルハイムに帰るべき。違う。俺はルシスの人間だ。魔導兵なんかじゃない。魔導兵になれなかった。出来損ない。せめて我が一部とし、究極の存在にしてやろう。やめろ。なんと心地いい。まもなく私は思考の存在となり、ルシスの方、六神すらも凌駕する力を得るのだ。全部なくしちゃったわけだ。違う違う違う。生体反応低下、プラスモディウム活動指数上昇、死骸化完了。これより高度 XDA100T インモルタリングへの移行を開始します。こんなところにいたのか。アラネは、話は後、逃げるよ。こんなヤバい兵器がまだあるぞ。何があったか知らないけど、今は脱出が先。行くよ。ここで死にたいのかい。私は生きようとしない人間は助けない。ターゲット発見、確保、回収せよ。ターゲット発見、確保、回収開始。Oh, no.
急ぎな。行くぞ。スライダで合流。アラネアは後から追いかける。でもさあ行きな。どうしよう。